聖書朗読をします。今日与えられている箇所は創世記の46章の1節から7節までです。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来た時、父イサクの神の生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神、神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨゼフの手はあなたの目を通し、あなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持っていった。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。皆さんおはようございます。こんなに素晴らしい礼拝の中に招かれて本当に嬉しく思います。アジアから来た私たちも歓迎してくださって、皆さんの仲間に加えてくださって、神の家族として一緒に主の御前に出られる幸いを心から感謝いたします。昨日からヨセフ物語学んでおりますけれども、移住というテーマに特化して考えておりますね。ヨセフの移住は強制的移住でした。兄たちの移住は必要に迫られている移住、それぞれ皆さんの移住のタイプと合致するものがあったかもしれません。昨日の午後、私たちは兄貴たちが特に代表しているだろう、悔い改めたあの素晴らしさ、そして自己犠牲のあの自堕落なユダがここまで変えられたという姿を見た。そしてヨセフとの間に完璧な和解がそこに成立した。その瞬間にヨセフはもはや何も隠しておく必要がない。自分が神様から受け取った計画を全て述べました。まだあと5年飢饉は続きます。カナンの地で生きることはできません。移住してきてください。そのための場所は御社の地を利用していますということまで全て計画してたんですね。でもその計画をお兄さんたちが聞くことのできる唯一の条件はクリアだったんです。あのまま帰ってしまった。この素晴らしいベニヤミン悪いっつって帰っちゃったんですこの素晴らしい計画すら地味にすることは彼らはできなかったわけですね。そしてヨセフはお兄さんたちをカナンの地に伝わして、お父さんを呼んできてくださいとお願いします。11人がですね、まずは食料を持ち、そしてエジプトからの素晴らしい贈り物の数々、そしてお父さんや幼い子供を乗せるべく牛舎も何十頭っていうんですか、何十台、持たせてですね、出発させるわけですね。でその時のヨセフの言葉、なかなか眼蓄がありますので読みたいと思いますが、45章に1回戻ります。45章の20節、家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだから。これは実はパロの言葉ですね。でパロがヨセフのお父さん家族をみんなここに移住させなさいというふうに言ってくれるんですけども、家財に未練を残すな、なぜならあなたたちが大切だとカナンの地で思っているよりもはるかに素晴らしいものがエジプトの地にはあるんだから。私たちも天国行くときにですね、せっかく食べた
この貯金通帳ちょっと持ってきたいけど生身びれ残すなと、そんなものどうでもいいと思うぐらいに素晴らしい場所をイエス様は用意して、その用意ができたら迎えに来るよとおっしゃってくださっているんですね。ただヨセフはその言葉だけでは信じられないかもしれない。そして先ほど申し上げたたくさんの贈り物と牛舎を送ったわけです。でその時にヨセフがお兄さんたちに言った言葉もまた考えさせられますね。24節、こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発する時彼らに言った。途中で言い争わないでください言い争いそうだよね。どうやって言う親父に、22年前あんな親父の血つけたヨセフの着物差し出しといて、今さらヨセフは生きてますって言ったってどうする。だから俺がやめとけって言ったじゃないかとかですね、今さら22年前のことそんな責めたってしょうがないだろうとかですね、もう言い争いが発生するのは目に見えているわけで、私たちも天国へ向かう旅の途中、教会という共同体、またこのような共同体とともに一緒に歩いていくんですけどね、イエス様おっしゃってますね、途中で言い争わないでくださいまあいろいろあるだろうけども行き先同じなんだから仲良く行こうよというふうにね語っておられるんだろうなと思いますね。さあ26節、彼らは父に告げていった。ヨセフはまだ生きてます。どの面下げて言うのかなと思うけど、しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。どうやって説明したんでしょうかね。もうポカーンとしたでしょうね。ヤコブは何の話だこれは、夢を見てるのかというふうに思ったでしょう。しかし父はぼんやりしていた彼らを信じることができなかったからである。そりゃそうですよ、無理もないですよね。今更生きてるって言われたってどうやって信じることができるのか。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。元気になって息子の言葉は全然信じられないのに牛舎見てですね、あ本当だみたいなね、これはカナンの地にはないぞと、彼らが嘘ついて持ってこれるわけがないと、もう彼らの言葉の信憑性を証明したのはエジプトから来た牛舎であったということですけどもね。それで信じた、まあ、見ずして信じるっていうのはいかに難しいかっていうのがよくわかりますけども、このヨセフは生きてます、しかもエジプト全土を支配しているのは彼ですっていう言葉はですね、やがてユダヤ人に起こるイエス様を信じる瞬間だと思いますね。自分たちはあのメシアだなんて偽ってベルゼブルの力でオクレードも追い出したあのイエスとやらも、ナザレのイエスとやらも十字架につけてやったけどって思っているユダヤ人が、実はあのイエスは今も生きてます、しかも全世界を支配しているのはあのイエス様ですということをユダヤ人が聞いて、本当か、そのことに目が開かれて、うわー俺たちなんてことをしてしまったんだ、あの時せっかく神様が送ってくださったこの救い主を十字架につけてしまったイエス様ごめんなさいっていうふうに民族的改心をするときに主は帰ってこられるということですよね。ヨセフっていう人はこのヤコブの息子たちにとっての兄弟です。エジプトではよそ者なんですよ。それなのにいつの間にかエジプトの王になって、イエス様もご自分の国に来られたのにご自分の国は彼を拒絶したって、ユダヤは彼を拒絶した。その結果全世界でイエス様は有名になって全世界で今崇められているんだけども、実は第一義的にこの方が来られたのはユダヤ人に対してなんだよと、あなた方のためなんだよっていうことがはっきり分かる時が来る。ヨセフ物語の中にはいろんな真理が隠されているなというふうに思います。兄貴たちは辛かったでしょうけども、お父さんに真実を語りました。さもなければこれからどうやって一緒に生活していくのか、家族の回復はありえないし、この一ファミリーがやがて祭司としての役割を果たす民族となる
ことも不可能であったでしょう。28節、イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。ということで、彼はヨセフに会いに行く決心をいたします。死ぬ前に会いに行こう。死ぬ前にしておかなければならないことがまだ残っている。遅すぎないうちに行こう。というふうに彼は考えた。私たちも死ぬ前にしておかなければならないことがいろいろありますよね。ここで面白いと思うのは、ここまでずっとヤコブはって言ってたのに、28節では突然イスラエルはっていうふうに名前が変わっています。親がつけたヤコブという名前、兄貴のかかとを引っ張ってきて、アケブ引っ張ってきたよこの子、じゃあヤコブにしようみたいなね、ノリでつけた名前がですね、32章で神様ご自身がお前はイスラエルだと言われた。この28節において彼は信仰に基づく決断をしている。そういう時にはイスラエルはという名前になっているわけですね。そしてヤコブはいよいよ移住しようと決心いたしました。彼が移住するっていうことは家族全員が移住するってことです。大きいものから小さいものまで彼に属するもの全てが一緒に移住するってことです。46章1節、イスラエルは彼に属する全てのものと一緒に出発したのはヘブロンでしょうね。そこから南に向かっていきます。そしてベールシェバに来た時、父イサクの神に生贄を捧げたと書かれています。このベールシェバまで来た時に立ち止まったんです。さあ、ヤコブの移住は今日は3回目ですけども、招かれての移住、強制的移住よりも必要に迫られての移住よりも招かれての移住、いいなと思いますよね。お父さん来てください、住む場所は全部用意してます、家財道具に未練なんか残さないで、エジプトの最良のものを用意してますから来てください、ね、私たちもいつも招かれていきたいなと思いますけどもね、まあ、皆さんの中ではね、もう会社が全部準備しますからあとは来てくださるだけですというふうに招かれてこられた大変恵まれた方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、ある意味一番楽な移住だとは思いますが、しかし招かれているからといって簡単な移住とは言えないということがここからわかりますね。本当にいいんだろうか、本当に行っちゃっていいんだろうか、会社は来いって言うけどこれは神の御心だろうかというふうに考える部分は残ると思います。なぜベールシェバまで来た時に父やイサクの神に生贄を捧げたのかっていうことですけども、ベールシェバっていうのは時々聞く言葉だと思いますが、ダンからベールシェバまでっていう言い方をします。これは約束の地カナンを表す言葉ですね。要するに日本であれば北海道から沖縄までっていう代わりに、ダンからベールシェバ、北の端がダン、南の端がベールシェバ、つまりここを越えると約束の地から出るんです。私は約束の地から本当に出てしまっていいんだろうかっていうところで、彼は生贄を捧げるっていうのはその当時の礼拝ですよね。私たちは今朝ここに礼拝するために集まる、どんな時にも何があっても私は礼拝するんだという宣言を今私たちはしたわけですけども、礼拝する時の私たちのモチベーションって何なのか、よし礼拝に行こうっていう時に何をしに行こうと思っているのかっていう私たちの心の中と、この時のヤコブの心の中は一致してるなと思いますね。この時なぜヤコブが礼拝しようと思ったのかっていうその動機を探れば、それはそのまま私たちの礼拝の動機になります。この時のヤコブの気持ちは何でしょうかね。このベールシェバで礼拝を捧げようと思った時の彼の気持ち、まず感謝でしょう。いや感謝だ、失ったと思ったヨセフが生きてた、結局何にも失ってなかった、ヨセフは失い、シメオンも失い、ベニヤミンも失うのか、持ってけ泥棒と思ったけども、しかし結局振り返ってみたら何にも失われていなかった、むしろ恵まれていることばかりだったということが分かった時に、感謝しないではいられなかった。でも2番目の動機は悔い改めでしょうね。しかし神様のこの大いなる恵みに比べて、なんと私は
父親として足りないものだったか、結局元を正せば私が偏愛したところから子供たちがこんな風になってしまって、兄が弟を売るなんていうことに発展してしまった、その元を作ったのは私ではなかったか。こんな足りないもののために神様がこんな豊かな恵みを与えてくださって感謝します。悔い改めと感謝と同時に、もう一つ私たちが礼拝に来る時のモチベーションっていうのは、神の御心を知りたいってことでしょうね。これから新しい1週間が始まろうとするときに、主よ、私はこの方向に向かってよろしいんでしょうか、これで間違いありませんか、みんなそれでいいって言うけども、あなたは本当に OK を出してくださいますか、という確認をしたい、神の御心を確認したい、それが私たちの礼拝のもう一つのモチベーションであると思います。ここまで用意されたんだから、そりゃ御心でしょうって思うんだけども、でもちょっと待てよと、ヤコブには思いとどまらせようとする要因がいろいろあります。なぜならば、彼が尊敬してやまないおじいちゃんアブラハムがエジプトに下って、サラのことを妹だって言っちゃったために、あの恐ろしい悲劇が始まったんだと。もうそれはね、この あのファミリーの中で語り伝えられていることですからね。あ、アブラハムもあの時飢饉が起きたからといって安易な判断でエジプトに行ったことによってあんな大失敗をしてしまった。私は大丈夫だろうか、お父さんはどうか、父イサクはどうだっただろうか。26章2節を見てみますとですね、ご一緒に読みましょう。はい。主はイサクに現れて仰せられた、エジプトへは帰らない、私があなたに示す地に住みなさい、どんなに辛くても約束の地は離れるな、とイサクにも言われていたのに、本当に今回私は離れていいんだろうか、これは本当に神の導きか、それともサタンの囁きか、最後の確認をしたいというふうに彼は思うのは当然のことであります。しかも年齢は130歳、この高齢になってね、今から移住会みたいなね、もういいんじゃないかな、めんどくさいしっていうふうな気持ちも働くでしょうしね。そういうふうに礼拝を捧げた時に、2節、神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよヤコブよと言って呼ばれた。神の権限、昨日1回目でお話ししましたけども、アブラハム、イサク、ヤコブに対しては神様が時々現れました。これはヤコブに対して6回目の権限でございます。ヨセフに対しては1回も現れてくれない、夢だけで掲示してらっしてましたけどもね、ここでは現れてくださって、ヤコブの名前を呼んだ、はい、ここにおります。アブラハムもこんな感じでしたね。アブラハム、はい、ここにおります。いいですね、こういう関係持ちたいね。神様が皆さんの名前を呼ばれたら、はい、ここにおります。そのように答えられるものでありたいなと思います。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。いいんですか、神様。本当にいいんですか。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き残る、どっかで聞いた言葉だな。あ、ゲテルで聞いたよ、これ。あの石の枕で寝た時の神様が、これから行くけども絶対お前を守って共にいて、お前をこの場所まで連れて帰りよって約束した、あの約束を守ってくださった神様が今度は守ってくださらないというはずはない。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるだろう。それからヤコブはベルシェバを立った。つまり神の御心を確信して、彼は境界線を越えることができた。総勢70名でございます。ダメだったら帰ってくるから、ちょっと留守番何人か置いてこうとかですね、そういうことはしないんですよ。もう後ろの橋は焼き捨てた。皆さんの中にも後ろの橋焼き捨ててヨーロッパに来た方もいらっしゃるかもしれないね。まあとりあえず行ってみて失敗したら帰るっていう気持ちでね、来られる方もいるかもしれないけど、もう橋は焼き捨てた、そういう気持ちで来られた方もいらっしゃるかと思います。もう本当に本当はもう皆さん一人一人のドラマをね聞きたいぐらいですけどね、これ聞いてるとね、夜通し聞いてるまあね、すごいドラマがあると思いますよ、これね。本何十冊書けるのかなと思いますけれども、皆さんが今ここにいらっしゃるということは、すなわち自分は神から招かれたという確信を持たれたからこそここにいらっしゃるんじゃないかなと思います。招かれての移住っていうのはね、息子から招かれた、会社から招かれた、でも一番大切なのは神から招かれているという確信を持って行くことが何よりも大切です。
私の人生を振り返るときに、まあ、大きく言って4回住所不定無職っていう場面を経験いたしました。私は、大学卒業して北海道の札幌の、同立高校の教員になったんですね。22歳で。そして、まあ、その頃雅子を知ってましたから、雅子と結婚したいひたすら待っててですね、私が24、雅子が20歳の時に結婚させてもらいました。随分若かったんですけどね、親がね、まあいいだろうと思ったのは、相手は学校の先生だし、北海道の公務員だから北海道から出ることはないだろうと思いで結婚させてくれたんですが、結婚して2年経ってですね、教員になりまして、結婚先だって思われた嫌いもありましたけどもね、まあ、私たち、まあ、結婚して1年後には長男が生まれましたので、まあ、それまでは自分の判断でね、自分の責任があっていろいろ考えられたけども、私の一つの判断がこの家族全員に影響を与えると思ったらビビりますよね。本当にいいんだろうか。私はいつかフルタイムの働き人になりたいとは思ってたけども、この家族を路頭に迷わすことにはならないだろうか。一生子供からお父さんのあの時の勝手な判断によって俺の人生狂ったよって言われ続けたらどうしようってね。まあ、自分にとってはなんとかなるんだけども、誰かの人生を犠牲にするなんていうことになったらですね、本当に怖いなと思って、もう一生懸命乗りましたね。よし今日雅子に乗るぞって、まだ赤ん坊だった子供をですね、おんぶしながら家の中ぐる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 回りながら、本当に死をやめていいですか、やめていいですかって言いながらですね、乗りました。そして、まあ、神様からのゴーサインが出て、やめたんですけどね。そうしまして、すぐに進学校に道を変えるかなと思ったんですが、そういうわけにいかなかったんですね。でも家族いるから働かなきゃということで、どうしようと。札幌には OMF の日本語学校ってなんです。OMF の宣教師が日本に来たら、まず札幌に行って2年間日本語をきっちり勉強するっていう学校があるんです。で、そこで男の先生を求めてるらしいということを聞いたものですから、なろうと。で、行ったらもう大歓迎されました。10人先生いたのにみんな女性なんです。でなんでかっていうと、男が自分の家族をサポートできるほどの給料は出ない。だからパートのおばちゃんばっかりだったんですで、そこにちょうど韓国人の宣教師が3家族ぐらい来てたんですが、その中の一人がシンガポールでこれから日本に行くっていう時にある噂話を聞いた。でそれは日本のその日本語学校に行くと女性ばっかりの先生だから、そこで習うとちょっと女性っぽい人になっちゃうぞっていうふうに言われて、それは困ると。主よ、私が行くまでに絶対男の先生を与えてくださいって言ったって言うんだけどね。まあその祈りに応えられてですね、私はそこの教員になりました。まあ給料はそれ以前の半分以下ぐらいになりましたけどね。で、なんでこんな遠回しをするのかなと思ったら、そこで会ったその韓国人の先生が、先生進学校行きたいのかと、韓国には英語で勉強できてフルスカーラシップの出る進学校あるのって教えてくれて、え、そうなの、じゃあアプライしてみようって言ってアプライしたって言ったのが私の進学校だったんですね。まあいいとこでしたけどね、問題がね、家族寮がない。だから大体もう皆さん単身で来るんです。でも私の場合、家族から離れて生活するっていう選択肢は最初からない。だから一人で行って家族の部屋を見つけたら呼ぶねって言ったんだけども、全然そんなことができるような、まあ、シチュエーションじゃなかったわけですね。私は4年働いて、独身時代は貯金ゼロで、結婚してから2年間で雅子が200万貯めてくれて、この200万を携えて家族3人が3年間の修士課程を終えて帰ってくるという非常に無謀な計画を立てていたので、それでなおかつ部屋を借りるなんてのはですね、できるわけがない。まあ長い話をすごく短くしますと簡単に1時間喋ってますけど短くしますと、韓国のクリスチャンが私のアパートの一部屋、奥さんと息子さん住んでいいよ、タダで住んでいいよって言ってくれた家族が最終的に合計3家族いましてですね、それで私は、家族をそこに置きながら勉強することができたというのが1回目の住職転職でございました。30で牧師になりまして、で間もなく2人目が生まれました。で6年半一生懸命頑張りまして、ちょっと燃え尽きかけました、ね、このままじゃまずいなというふうに思ってですね、アメリカに逃げました。でその時に4人家族を連れてアメリカの進学校1年、もう一つ修士を取りに行ったんですけどもね。でその時のことも本当に今懐かしく思い出しますが、神様が全てを学んでくださったなと。まあ、その時の導きの求め方っていうのもですね、これ話し始めるともう切れないんですけども、はしょります。
そして1年、夢のような1年間を過ごしました。本当に素晴らしかった。37歳から38歳まで。神様がこんなに素晴らしい1年を与えてくださったのですから、私はこれから30年間、あなたにお仕えしますという約束をしちゃったんです。なんでですね。だから68までは絶対牧師として働くっていうふうに約束したんですが、そして同じ教会に戻ってきて、今度は主任として6年やった。でその時に、その前からですけど、神様から東南アジア、東南アジアっていうふうにしつこく言われてたんですよ。でなんで東南アジアなの、僕たちが2人とも北海道出身の海外志向の体ですから、ね、神様でも人生ミスするのかなと思って、もうあったかいとこ好きな人いくらでもいるんだけどって。今札幌ですごく楽しかったんです、北海道ね。もう人はどんどん来るし、やりがいがあるし、で僕は一生札幌だと思ってましたよ。ところが神様は東南アジア、東南アジア、まあ、最終的にですね、それまでは聞かなかったことにしようねって言って聞かないふりしてたんですが、やっぱり神様は一度召したら諦めませんね。それで2005年の4月に行くことになったんですが、もう何をするっていうのかすら分からないです。とにかく東南アジア行きます。で東南アジアって言ったら広いですよ。でどの10カ国ぐらいですかね、どの国に行ったらいいのかすら分からない。で私が韓国の進学校時代に一緒に勉強した高見沢英子っていう女性がいるんだけども、その後彼女はシカゴに行って博士号を取って今韓国の進学校の選挙学の教授やってるんですが、で彼女が松本さん、もし時間あったら2005年の5月1日から5日までジャカルタで選挙会議ってあるんだけどもお手伝いしてくんないって言うから、いやちょうど僕ね時間あるんだよって3月31日付で辞任してね。そしてその次に決めてたのが、もうどこ行っていいか分かんないからシンガポールの DTC ってディサイプルシップトレーニングセンターってあるんですね。でそこは牧師の研修なんかで1年ぐらい置いてくれるっていうから、とりあえずそこに行って何をするか考えようっていうふうに計画を立てていた。そこが始まるのは6月の末ですから2ヶ月ぐらいもう時間がたくさんあったんです。行く行くって言ったんです。それで僕はジャカルタに行くことにしたんだけども、ちょっと待てよと、北海道からジャカルタまで行って、でそしてまた北海道に帰って家族を連れてシンガポールに行く方がいいか、もう僕給料はないですからね、とにかく少しでも安く済ませなきゃいけないので、最初から家族を連れてジャカルタに行ってそのまま横滑りでシンガポールに行った方が航空券が安くつくのかどっちだろうっていうふうに考えた。でそれまでジャカルタなんて一切考えてもいなかったんだけど、ところでジャカルタに家族が礼拝できるような日本語教会ってあるんだろうかっていうね、そこで初めてこう日本語教会とかっていう言葉を考えたわけです。そして当時使い始めたパソコンでね、ジャカルタとか日本語とかキリストとか教会とかポンってやって、最初に出てきた画面にジャカルタ日本語キリスト教会宣教師9号って出てきた。9号ってなんだろう、送りたいのか受け入れたいのかどっちだよって読んだら、うちの教会には去年まで牧師がいましたけども、あの先生が去って早1年、信徒たちは頑張っていますが疲弊しきってます。このお知らせを見た先生方の中で1ヶ月でも2ヶ月でもいいから来て手伝ってくださる方がいたら至急こちらにご連絡ください。まさにマケドニアの叫びだよね。うわーと思って電話しました。そしたら、あ、役員会で相談します。まあ、後日の後で聞いたんですけどね、いや札幌のなんか松本っていう牧師がね、シャリいらないとかってすごくいい話なんだけど知ってる？大丈夫か怪しいんでね当然それは疑いますよね。それでジャカルタの教会を始めた厚見先生に聞いてみようってことで、厚見先生にお聞きして、松本って知ってますかと。僕電話でしか話したことないと思うんだけども、あの方懐の深い方でね、よく知ってます、大変立派な先生あ、厚見先生がそうおっしゃったので OK っつって、私2ヶ月行ったんです。そして2ヶ月間お手伝いしまして、じゃあ DTC に行きますね、お世話になりましたって言ったんだけども、その後もシンガポールから手伝いに来てくれって言われて、月1回、2週間に1回行ってたんですね。で、ジャカルタでは来てくれそうな牧師がいたんです。でもなかなかこれそうもないって言うんで、1年4ヶ月という不規則な、任期だけども来てくれないかって言われて、わかりました。私1年の勉強を4ヶ月で切り上げて、2005年の11月からジャカルタ日本語キリスト教会の牧師になったんです。でそれをやりながら神様が何をさせようと思ってるのかなと思って行ったんですが、ああ海外日本語教会っていう働きがあるんだ、まあ、日本人に伝道するのは日本でやるのが一番いいんだろうって、だって 99% の日本人は日本にいるんだからね、
まあ、たかだか 1% のために、ね、わざわざ出ていこうともないだろうぐらいに思ってたのが、すごいやりがいあるなこの仕事っていうのにだんだん目が開かれていき、どうもその先生とは来ないらしいと。もう2年やってくんないか、はい、いいですよ。もう3年やってくんないか、はい、いいですよ。もう3年やってくんないじゃないかって言われて、もう一回お祈りして、いや、あなたたちのここでの働きはもうしないですということで、後任の先生を招聘しましてですね、で、先生たちどこ行くんですかと、まあ、6年半ジャカルタで働きましたけど、いつもそういうパターンなんですが、私たちは辞任先にあるけどね、普通行き先が決まってから辞任があるんですで、僕らの場合辞任先にあるけどね、でその時に教会の人たちがどこ行くか、それまだ神様教えてくれないんだよねということで、その時もまだ教えてくれてなかったんですが、何をしたらいいかなと。でジャカルタにいる時に7年間いながら、スラバヤとバリの JCF の支援をしてました。そっちは牧師がいないんです、ちっちゃいからね。ああ、日本、世界にはきっと牧師のいない日本語教会ってたくさんあるんだろうな、うん、で行くとすごく喜ばれるんですよ。まあ、もちろん CD で聞いたりしてもいいんだけど、やっぱり生のね、焼きたてのパンを届けるいいなと思いましたね。はい、パン持ってきましたって、わあ、ふかふかとかって言いながらね喜んでくださるのがすごく嬉しくってですね、それで、あ、きっと世界にはあるんだろうなと。でちょうどその時に次男がアメリカの大学に行きまして、私たちは25年ぶりに2人だけの生活に戻った。で、いや、25年ぶり2人だけになったねって。で、僕は50歳ですよ。まだ50だ。今にしかできないことってないだろうか。巡回やろう。ということで、その時の、聖地旅行に行きまして、普通はジャカルタまで送り届けて僕の仕事が終わるんだけども、その時はテルアビブの空港で、あとは自分で帰ってくださいって言ってですね。僕たちはそのまま、せっかくあっちまで行ってるんでね、もったいないから、残って、そしてまずエルサレムに40日。住むところから始めたんですけどね。でそれから渡り鳥夫婦っていう風に勝手に名前を付けまして、エルサレム、ドバイ、そしてヨーロッパ。だから2012年の5月から8月ぐらいまで3ヶ月間ぐらいヨーロッパの各地を転々とさせていただいたっていうのが、私たちの人生初めてのヨーロッパでした。素晴らしい時を過ごさせていただき、その後アジアに行って、アジアをいろいろ巡ってたんですね。そしたら、あ、そんな便利な先生いるのかと。シンガポールで今牧師いないから3ヶ月手伝いに来てくれ、あ、僕らいつも手伝いから始まるなと思ったんですけども、で10、11、12月とシンガポール手伝いに来て、で僕らが去った後に臨時総会開いて、うちの牧師になってくださいということになり、まあ、こう通算11ヶ月間ですね、もう2人でスーツケースだけ持ってですね、各地を巡るということをしました。という、まあ、4回のね、あの住所不定無職っていうのを経験して、5年前からシンガポール JCF の牧師になっているんですけども、やっぱりそのたんびこれでいいんでしょうか、これは神様の導きで間違いないでしょうかという確認をさせていただき、そしてそれで間違いないとなった時には、どんなに人間的に見て愚かな行動に見えたとしても、神様が守って導いてくださる。もはやヨーロッパに来ることはないかなと思ったら、今回お招きをいただいてですね、このように皆さんとまたご一緒に礼拝できていることを本当に嬉しく思っています。さあ、ヤコブとその家族はエジプトに移住します。なぜエジプトに移住しなければならないのか、もちろん理由はまだ5年は飢饉が続くからです。でもそれよりも神様の側にはもっと壮大なご計画があったんです。人間的な視点からすると、あと5年の飢饉ではカナンの地では持たないということですが、神様の視点から見た計画ってのはそれだけではない。今70人しかいないこの一つのファミリーを一大民族にする、人類救済計画を成し遂げるための器として用いる一大民族とするっていうのが神様の側のご計画でありました。じゃあなぜ一大民族になるのにカナンの地ではいけないのか、その理由が書かれていたのが昨日申し上げた創世記38章だったんです。あのユダの姿を見てください。カナン人の中にどん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 入っていって、イスラエルというその特徴を失い、全くこの世と変わりない状態に陥ってしまう。このままカナンの地にとどまり続けてしまったら、彼らはカナン人と同化してしまう。
ということが証明されたんですね。そうなってしまったらアブラハム契約の継承者としての自覚も純粋性もなくなってしまう。なぜアブラハムを選んだのかということが無意味になってしまうということを神様がお分かりになったからであります。マタイの5章13節イエス様の言葉をご一緒に読みましょう。はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるわけです。皆さんは地の塩ですよ。塩気なくしたら何のためにこの世に残されているのか意味なくなります。このままだと彼らは塩気を失う。ですからこのカナンの地から分離された状態でなおかつ増える、一ファミリーが一大民族になる、そのために神様が用意されたのがエジプトのゴシェンの地というところでありました。彼らの職業は羊飼いでしたね。で、羊飼いとなればゴシェンの地に住むことができる。なぜか46章の34節あなた方は答えなさい。あなたのしもべどもは若い時から今まで私たちもまた私たちの先祖も家族家畜を飼うものでございます。そうすればあなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼うものは全てエジプト人に忌み嫌われているからです。よかったですね、エジプト人に忌み嫌われてね。ああ一緒に住もうよって言ったらまた同化しちゃう、ね、だから言えねえ、羊飼い嫌だ、ちょっと離れてってね、臭いし嫌だよって言われてゴシェンの地に住むことができたゆえにエジプト文化から隔離されたところで純粋に彼らは増えることができたということですね。これも全て神様のご計画であるんです。で、彼らは単なる居候として来たわけではありません。難民を受け入れる国家としてはですね、居候ほど困った存在ないんですね。厄介な存在はいません。働いてくれることが前提であります。47章の3節に入りますと、パロがヨセフの兄弟たちに尋ねた最初の質問なんです。職業は何か、仕事は何だ。羊を飼うものでございます。そしてそれだけではなくって4節この地に起立しようとして私たちは参りました。この意識を彼らはしっかり持ってたんですね。エジプトいいとこですね、もうここでずっと私いますっていうんじゃなくって、起立者であるということを彼らは忘れていなかった。つまりいつか帰ります。一時滞在するだけでございます。何のために滞在するの。増え広がるためです。増え広がったらどうするの。また帰りますということですね。その目的を持った一時滞在として彼らは来ている。つまり分離されたところで成長し、そして成長した結果派遣されていく、そのための場所として神様がお選びになったのがゴシェンの地であるんです。それを考えたらスリムってまさにね、分離されて成長して派遣されていく。イスラエルのため430年だったけど、私たち4日間だけどね、随分短いけども、まあでも4日間はちょっと分離されて私たちだけで集まって、そしてしっかり御言葉を受け取って成長して、そしてまた派遣されていく、そういう場所として神様が始めてくださったのがスリムだなと、私もこの場所に私たちを置かせていただきながらそう感じております。彼らは最終的にそこに430年間となります。その結果成人男性だけで60万人、女性子供たちも含めると200万は下らないという一大民族になります。今朝お話聞いたらフィンランドの広い大地600万人500万人しかいないとかね、すごいですねということなんですけれども、イスラエルの民は200万以上になりますね。さあこのヤコブがパロと会います。その時にパロは質問する。質問は何、47章8節おいくつですか、うん、見ただけでね相当老けてるなって、まあ、エジプトでこんな年の人見たことないなぐらいのしわくちゃだったんだろうね
そして130歳です。130ですか。まあびっくりしただろうけども、その時とヤコブの言葉がまた振るってる。9節、私のたどった年月は130年です。新共同訳で読みますと、私の旅路の年月は、いいね。ヤコブはね、もう自分の人生は旅だと、もうずっと定住する場所ではなくって旅の連続だって意識があったんでしょうね。でその後に、私の祝いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった祝いの年月にはできません。先祖のたどった祝いっていうのは、アブラハムは175歳まで生きた、イサクは180歳まで生きた、まあ、それから見ればまだ裸で小僧ですということなんですけども、まあ、新改訳のちょっと残念な訳はね、不幸せです。これ新共同訳はね、苦しみ多く、苦しみ多いから不幸せだというふうに考えてこう訳したみたいですよ。これ訳しすぎでしょ。皆さん、苦しみ多いから必ずしも不幸せとは言えません。苦しみ多い中にも喜びもあれば充実感もある。確かに彼の人生苦しみ多かった、振り返ったらそうでしょう、ね、えエサウに殺されそうになって、おじさんのところに行って、そこで騙されて20年間働かされて、そして帰ってきて、そしてギナは襲われて、まあいろんなことがありましたね。そして途中でヨセフがいなくなっちゃうし、というような苦しみ多い人生でありました。そういうヤコブにとって、130歳から息を引き取り147歳までの17年間はまさに神様からの特別ボーナスみたいなご褒美のような期間でありました。しかも素晴らしいゴシェンの地に住めるだけでも幸いだというのに、11節を見ますと、エジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有地として与えた。ゴシェンの地の中でも最良のラメセスの地に住むことができた。そしてそこで27節、一番最後で言います。非常に増えた、非常に増えましたというのが彼のエジプトでの人生でありました。さあ、彼の人生がもう終わろうとしています。28節に書いてますね。ヤコブはエジプトの地で17年生きながられたので、ヤコブの一生の年は147年。その死が近づいた時、ヨセフを呼んだんです。そしてどうしても叶えてほしい願いがあった。それは、このエジプトの地に私を葬らないでほしい、私が死んだら先祖たちの墓に葬ってくれ、つまりカナンの地に葬ってくれということをお願いする。ヨセフは、分かりました、お父さん、お約束いたします、安心してください、私が必ずそのようにいたしますというふうに約束をしました。でこの後ヤコブが最後の残りの時間で成したことが3つありますね。1つ目が48章ですけれども、ヨセフから生まれたマナセとエフライン、ヤコブから見たら孫ですけれども、その孫を祝福するんです。彼はヨセフさえもう死んだと思ってるでしょ。そのヨセフに会えただけでも嬉しいのに、ヨセフの子供にまでこうやって会えるとはっていうのはね、すごく嬉しかっただろうなっていうふうに思います。でその時に、私はこのマナセとエフライムを私の養子にする、つまりヤコブから見たら孫なんだけど養子にする、つまりヨセフ族はマナセ族とエフライム族に2部族に増える、だからイスラエルは通算13部族になる。そうしますと、自分の愛するラケルから生まれた子供は、今までヨセフとベニヤミンだけだったけども、マナセとエフライムとベニヤミン、三部族になるということで、そのようにいたしました。そしてこのヨセフに対しては、将来カナンの地に帰った時にはどこの土地を所有地として与えるかっていうことについての約束をします。48章21節まで飛んでください。イスラエルはヨセフに言った。さあイスラエルだね、これね。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりも、むしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与える。シェケムといえば、イナ事件が起きた34章。そしてこの前、お兄さんたちが羊を狩りに行ったところがシェケムでありましたけれども、
やがて帰っていくカナンの地、広いカナンの地の中でもヨセフ族が相続する土地はシェケムだ。本当はあそこを取ったのがね、レビとシメオンなんだけども、お前に与えるということをここで約束しています。この約束は成就したのでしょうか。イエス様がそれを証明していますね。ヨハネの4章、サマリアの女の箇所ですが、5節6節ご一緒に。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。かつてヤコブが住んでた時に掘った井戸が残ってて、シェケムっていう場所はこの時はスカルと呼ばれていた。ヤコブがヨセフに与えた地、その通りになったわけですね。そして3つ目は、49章全部使って最後の力を振り絞って、ヤコブは12人の息子たち一人一人の将来の予言をいたします。最後の力を振り絞って語った予言、そしてそれを終えた時に33節ヤコブは子らに命じ終わると、足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に捕らえられた。147歳で息を引き取りました。平安なしだったと思います。彼の死が平安であった理由は3つでしょうね。第一に、全てを成し遂げたという達成感、まあ、イエス様もね、完了したとおっしゃって死んでくださったテテレスとおっしゃったけど、ヤコブも私の与えられたミッションは全部終えた、こういう達成感を持ってこのように別れを告げたいですね。2つ目は、子孫の将来に確信と平和を平安を持っていたということです。自分の子孫の将来に対して確信と平安があった。それが彼の平安の死の一因でありました。そしてもう一つ大切なのは、死後の命の希望であります。この3点揃っていれば、私たちの最後も安心して足を揃えて息を引き取るという人生だろうなと思いますね。で、彼が最後に強調したのは何かっていうと、カナンの地の中でもヘブロンの中でもマクペラの墓地、そこに私を葬ってほしい。49章の29節から書いてますね。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑にあるホラー穴に私の先祖たちと一緒に葬ってくる。そのホラー穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑とともに買い取ったものだ。創世記23章に書かれていますが、サラが127歳で死んだ時に、アブラハムは銀400枚でこの形を買い取ってサラを葬り、そこにアブラハムが葬られ、イサクが葬られ、リベカが葬られ、そしてヤコブはレアもそこに葬っている。そこに私を葬ってくれ。つまり彼はエジプトの地に生活しながらも、心のベクトルは常にカナンの地にあったんですね、ということを表しています。50章です。ヨセフは約束通りヤコブの遺体をマクペラの墓地の洞窟に葬りました。50章13節までいきましょう。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの墓地のホラー穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために墓地とともに買ったものでマムレに面している。ヨセフもお父さんとの約束を守りました。ところがここでヤコブが死んだ時に、お兄さんたちの心の中に恐れが発生したんですね。ヨセフが仕返しするんじゃないか。今までヨセフが自分たちによくしてくれてたのはお父さんが生きてるからで、そのお父さんの目があるからで、お父さんが悲しむようなことは信頼したくないと思うから自分たちに対してよくしてくれたけども、もうお父さんがいない今、よくもあの時22+10=39年前にやってくれたな、というようなことで仕返しをするんじゃないかというふうに彼らは恐れたんです。
15節、ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれない。かわいそうだね。37年経ってもね、ずっと苦しかったんだね、あの時やってしまったっていうことがね。でヨセフはもうすでに17年前に許したよって言ってるんだけども、信じられない。許せるわけないじゃん、僕だったら許せないよって自分の機会で考えるから余計に許せないんだけども、ヨセフはただ自分の感情で許したっていうよりも、その全体像、すなわち天的視点でこのドラマ全部を見ているから、神様が行っている、その摂理の中で進んでいるわけであって、それが分かった時に憎しみとか苦々しさっていうものから解放されていたんですね。でお兄さんたちはそれでも怖いので捏造します、話を。16節、そこで彼らはことづけをしてヨセフに、あ、直接言えないんだよね、怖くてね。誰か仲介人を介して言うんです。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました、ヨセフにこう言いなさい、あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさい。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。まあ許してやりなさいとお父さんが言ってます。だから私たちを許してくださいと兄貴たちの言葉がここに書かれている。これぐらい怖かったんですね。でそれを聞いた時にヨセフはどうしました。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いた時泣いたんです。また泣きました。どういう涙なの、何の涙なんでしょう。自分が17年前に許したよって言ってることを実は信じてくれてなかったんだっていうことが分かった涙であります。このヨセフの姿とイエス様の姿を重ねるならば、私たちがイエス様を信じて罪許された、または罪許された後に犯してしまった罪に関しては、第一ヨハネ一章九節によれば告白すれば許されるというふうに書かれているから告白している。でも自分では許されたとは思えない、こんなことしといて告白したぐらいで許されるわけないじゃんっていうふうに自分で思ってるから、イエス様あの22年前の罪ごめんなさいって、今日もまたいい、明日もまたいい、明後日もまたいい、そうするとイエス様はそこまで悔い改めてんのか、偉いなお前はと喜ぶかと思ったら、とんでもない話で泣いてんです。私は私を信じるだけで、そして告白するだけで許すって言ってる言葉をお前は実は信じてなかったのか。イエス様にとって一番悲しいことは、自分の語った言葉が額面通り受け取られないことです。日本人なら額面通り受け取っちゃいけないと思うね、少し割り引いて受け取らないとならないというふうに思うんだけども、イエス様は額面通り受け取ってほしい、受け取ってくれてるもんと思ってたら実は受け取っていなかったってことが分かったときに涙を流す。私たちはこの時ヨセフが泣いたようにイエス様に泣かせてはいけない、そのようにですね、本当にもう大丈夫なんですよっていうために45章で語ったことをここでもう一回ワンセンテンスでまとめます。これが50の20、ヨセフ物語のまとめと言ってもいいですね。50の20、皆さんそれぞれ役が違うかと思いますが自分の役で読みましょう。はい、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。これが神の説明です。あなた方は悪を図ったが、神はそれを良いことのための計らいとした。これはヨセフに対する兄貴たちの行為だけども、もっと大きく見るならばイエス様に対する私たちのした行為です。すなわちあの2000年前、人類は犯しうる罪の中でも最大の罪を犯した。それは神が一人子を送ってくださったにもかかわらず、こんなの救い主じゃねえっつってあの十字架につけたあなた方は悪を図ったが、神はそれを良いことのための計らいとして、逆にその十字架を通して私たちを救うという道を作ってくださったというのであります。これ以上の説理があるでしょうか。今回のテーマですね、ローマ 8-28、 もう一度ご一緒に読みましょう。はい、神を愛する人々、すなわち神の御計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて
出されることを私たちは知っています。この摂理をヨセフは理解しているからこそ、口先だけではない、心から兄貴たちを許した、もう苦々しい気持ちなんかないんですということを語ることができたんですね。そしてヨセフは110歳で死にます。22節これはヤコブが死んでから54年後ですね。ヨセフ39の時に移住してきた、その17年後ヨセフ56の時にヤコブは死んだ、その54年後ヨセフ110の時にヨセフは死ぬ。どうもヨセフよりも長生きした兄貴たちがいたみたいで、ヨセフは24節で兄弟たちに言うんです。私は死のうとしている、神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。いいですか、あなた方は今ここに住んでますけども、ここは永住の地ではありません。希留の地です。必ずあなた方は帰っていかなければならない、それはカナンの地ですということを思い返させた。そしてイスラエルの子らに今度はヨセフが誓ってくれって言ったんです。神は必ずあなた方を顧みてくださるから、これが普通エジプトですね。その時あなた方は私の遺体をここから携え上ってくださいとお願いした。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、神に納めた。彼の最後の願いは、死んだらカナの地に葬ってくれじゃない、死んだらミイラにしてエジプトに置いといていいけども、あなたたちがいよいよここから出てカナの地に帰るときには私のミイラ置いてかないでねちょっと重いと思うけどみんなで運んでそしてカナの地に葬ってくださいということをお願いしています。50章には2人の人の葬儀について書かれているんです。でこれを表面的に見ると、ヤコブもヨセフもずっぷん自分の葬られる場所ってのをこだわってるなって気がしますね。皆さんどうですか、こだわりあります？自分は絶対あそこに葬ってほしい、絶対あそこにだけは葬ってほしくないとかいうのもあるかもしれないけども、葬られる場所に関してこだわりのある方、あ、一人そうですか、やっぱり寄付者っていうのはね、もう葬られる場所すらこだわりがあるんですね。もうどこでもいい、だってね、魂の行き先は決まってるんだから、そしてどこに葬られようと、そこを探し当てて、ちゃんと神様は復活の体を与えてくださるわけだから、葬られる場所なんかどうでもいいんじゃないかなと思います。僕もそういうことですね。全然気にしません。どこに葬られるかっていうことは。でもそれにもかかわらず、ここでヤコブもヨセフもものすごくこだわっているように見える。もし葬られる場所が重要だとすれば、どういう意味があるんだろうか。今ヤコブの遺体はマクペラの墓地に葬られました。そしてエジプトの棺にヨセフのミイラは葬られました。この2つの遺体は一体何言ってるプリントしてませんプリントしてません一体何を意味するんだろうか、残されたイスラエルの民に対してどういうメッセージを語りかけているのかっていうと、いいですか、皆さん、皆さんは今ここに起立して、そして増え広がっているけれども、ここがどんなに便利になったとしてもここにずっと居続けるのではありませんよと。あなた方が帰る地はカナンの地です。だからお父さんのヤコブはそこに葬られてます。そこに帰っていかなければなりません。そしてその時には私の遺体も持って行ってください。あなた方にまだ使命が残ってますからね、ということをお願いしている。つまり彼らの死はイスラエルの民の帰るべき地がカナンであることを指し示しているので、いつかカナンの地に帰ろう、まあユダヤ人は常にね、来年はエルサレム、 Next year in Jerusalem、 でこれはユダヤ人だけじゃなくて、実は私たちの合言葉にもなりました。来年のスリムどこで開催されるか知ってますか皆さん？もう聞いてるんですか？僕昨日初めて聞いたんです。もうスリムにこれ来ることはよもやあるまいと思ってたら、来年また皆さんと再会できるんです。どこで？エルサレムで。すごいですね。来年のスリムエルサレムだって知ってました？ね。で、これはですね、日本から中川健一先生がツアーを導き、ヨーロッパからはこのスリムが、行き、で、アジアからは私、シンガポールからですね。まあ、あちこちから来られます。バンコクから
持って得られてきますので、同じ時期にこの聖地旅行して、だから2日間だけダンエルサレムっていうエルサレムのホテルで私たちはエルサレム会議ってするんです。それが来年の、スルガなんですね。だからまた皆さんにお会いできるかと思ったら、ね、嬉しい。私たちの会うことも来年はエルサレムということなんですけれども、お父さんがね葬られているっていうことがイスラエルの民にとってカナンの地に帰るよ。だからね、皆さんが天国に行ってるっていうことが、ああうちのお母さん天国に行ってんだ、俺も行きたいなと思っていただけるようになることが大切ですね。お母さんと同じところ行きたくないなと思われないようにすることは大切だなと思いますけれども、お父さんがカナンの地に葬られているということがイスラエルの民の心のベクトルを常にカナンの地に向けたということです。そしていつかこのヨセフのミイラを我々は運ばなければならない。このままエジプトに居座ってしまわないために用いられたのが2人の遺体であります。この2つの遺体を持って創世記は終了いたしますけど、なんか寂しい終わり方なんですよね。私たちにとって重要な墓は何かっていうと、イエス・キリストが葬られた墓、そこは今はハーフトでございます。せっかくエルサレムまで行ってね、ソロが測ってところに、あ、ここに葬られたのかもしれない、どれどれって言うと He is not here for he is risen。 なんだ、せっかく来たのにエルサレムまでがっかりしますね空っぽであることを確認に行くんですよ。そこで空っぽだから、どこにいらっしゃる、常に世の終わりまで私たちと共におられるということ。そしてイエス・キリストが復活されたということは、第一コリント15章20節によるならば、初歩としての復活なんだよね。初歩があるってことは、続くものがあるってことは、すなわちイエス・キリストを信じる者たちも、イエス様が復活したように、私たちは復活する、復活の体が与えられる。もちろん再臨するときまで、その前に死んだとすれば、魂は天国に行くわけですけれども、イエス様が再臨したときには、私たちは復活の体が与えられて、イエス様が支配する、メシア的王国、別名千年王国に住む。それが私たちの最終的な移住なんです。だからまだ最終的な移住が残っている。午後は最終的な移住についてご一緒に考えたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ヨセフに招かれ、パロに招かれ、ヤコブは一大決心をし、130歳という高齢の中で後ろの橋を焼き捨て、彼に属する者すべてを一緒にエジプトに移住しました。ベエルシェバまで来た時に本当にいいんだろうかと思い、感謝の思いと悔い改めの心と、そして神の御心をもう一度確認する目的を持って礼拝を捧げました。私たちもいつもこの3つの動機を持って礼拝をいたします。そして今記入している私たちもまた、主よ、この後の私の進む先はこれでよろしいでしょうか。あなたの御心を確認しつつ歩いていきたいと願っています。自分はどんなに分かっていると思っても、つい目の先さえも分かっていない。明日どうなってしまうかすら分からない私たちでありますから、どうかいつもあなたの御心を確認しながら進んでいくことができますよ。お願いをいたします。ヤコブの人生苦しみ多かったけれど、最後の17年間あなたからのご褒美のような素晴らしい年月が与えられ、彼は平安な最後を迎えることができました。そして死んだ後さえも彼の遺体がカナンの地にあるということのゆえに、エジプトに残されたイスラエルの民は、我々が帰るべき地はあそこだということを指し示すために用いられました。天のお父様、どうか私たちが一人でも多くの方々を天の御国に導くための指し示す指標として、私たちの人生が用いられますようと心からお願いをいたします。エジプトがどんなに素晴らしい地であったとしても、まだ最終的な移住が残っています。ヨーロッパがどんなに素晴らしくても、まだ最終的な移住が残っています。そこに向かってあなたの摂理の御手は働いていますから、感謝いたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。